探索15日目ですね。こんにちは、ガスパイス。いやー、果たしてね、いつ終わるんでしょうか。もうそろそろね、終わりだと思います。絶対終盤なんですよね。前回ですね、キャプテンオリマーだと思われていたやつを助けたんですけど、そいつはね、ルーイという、オリマーの部下だったんですよ。で、何が最悪かっても、俺たちが必死こいて集めた食料、そいつ全部奪って、この再会の花添いに逃げていったんですよね。で、なんとかしてね、そのルーイを捕まえたいんですよ。で、もしかしたら今回、ボス戦がね、また来るんじゃないかなとか、そう思ってるんですよ。ホコタテ星人を探せとね。残り食料5、俺もう30本近くあったんですけどね、ルーイのせいでもう全部盗まれてしまいまして、行きましょう。しかもなんとね、ピクミン全種類揃ったわけですよね。そして青ピクミンもね、手に入ったということで、もうオールスターでいきます。 OK、 まあ、青ピクミン第一で、ブリトニーはここでちょっとお留守番しといてくれ。全員限界突破してもらってね。じゃあ行きましょうかね。で、橋をね、完成させなきゃいけないんですけど、もうあらかたね、どこに欠片があるのかっていうのが目星がついてるんで、もうそれをガンガン取り集めていくっていう、そんな回になっておりますよね。で、しかも、ボス戦がね、もしかしたらあるんですよ、今回。別れてもらって。OK、行きましょう。で、お前らね、水入れないんで、留守番してもらいましょうか。で、やっぱ青ピクミンは欲しいんで、青ピクミンをひたすら取るというね、もうそんな感じです。通れるかここ、お前ら。通れる。これはなんだ？泡から助ける。ピクミンをぶつけて泡から救出。なるほどね。うん、泡に閉じ込められるっていうパターンがあるんですね。で、それをピクミンで救出すると。で、この先行ったらね、なんか中ボスみたいのがいたんで、まずこいつを倒します。倒せるかな、俺。来い。行くよ。怖い。なんかヒントねえか？おお、動きが早いな。いけるか？目を狙えパターン。目狙えパターンだな。怖いんで、激辛ソースぶっかけて。おお、行け。いけ。よーし、いいぞ。なるほど。ならば突撃。いけ。やれ。強い。集合。いいよ。集合。戻ったついでに攻撃しとけよ、お前ら。いいよ。なるほど。ああ、お前。大して強くないんじゃないのかな。危なっ。うわ、いっとけこの野郎。全員で掘れ。掘り返せ。いけるか。ああ、これの連続か。おい、日が暮れるぞ。日が暮れるんじゃないのこれ、マジで。おい、だんだんピクミン少なくなってくる。え、こんな時間かかるこいつ。ちょっと待って。じゃあもうこれ持ってけ？それ先持ってっても、すげえ時間かかるもん、こいつ。やだ。あ、それを完成させてんのね。あ、じゃあもう先完成させようかな、これ。なあ。これは？え？うん。おい。もうめんどくさいなあ、お前。で、ここの敵をね、じゃあ倒しましょうか。おい。いいよ。一体確実に行きましょう。はい、OK、はい。一体確実に行こう。あかんよ。倒せ、早く倒せ。よーし、怖い。水の中怖いんだよね、俺。倒せ。集中でも。よーっしゃ、一点集中。ナイス。あとは、はい、突撃。あれ、早い気がするな。やっぱあれか、水の中だから。すげえ土が脆いんちゃうの、ほら。余裕よ。うわ、敵いっぱいいるな。倒すか？いけ。後ろから。うーわー、こういうタイプか。持ってけ、よし。で、お前らいける？あ、後で持ってこいよ。
力な、え、どこここ、あ、なるほど、一周してきた。なるほど、なるほど、なるほど。オッケー、オッケー、オッケー。で、ここ、こう行けば、俺たちの基地があるはず。ほら。あ、嬉しい。ここで回収できるのは嬉しいね。それじゃあちょっと、ごめん、アルフ、留守番しといて。もう来たやつを迎えてくれ、どんどん。危ない、よーし。よーし、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 よし。完成した？なんか、あ、完成したね。これが完成したことによって、あれではね、もう上から、もう全ピクミンを集中攻撃できるとやつに。そういうことだよ。ほら、おいでよ、お前たち。さあ、起きろ。仕事の時間だ。で、ここから行けるはずなんよ。ねえ。え？あら。二人、もう三人必要や。アルフ。嘘。何これ。すげえ時間の無駄したんですけど、今日。いい、いい、いい。全然いい、全然いい。もう今日最悪だったから、ほら。なんもなし。もうあのボス苦戦しただけ。はい、探索16日目でーす。もうガンガン行きますよ。15日目、何の成果もなかったよ。もう15っていう数字、俺すげえ好きなのにさ。バカじゃないの？じゃあもう40の、で、羽ピクミン結構必要ないよ、実は。で、こいつらそんな必要ないよ。うん、こんな感じでいいと思う。OK。よーし、行くぞ。やることは分かってるからね、俺。無駄な時間を過ごしたな。俺、なんなんだよ、あの、ヤドカリみたいなさ。はい、ここですよ。はい。はい、ゴー。青ピクミンと、で、一応、はい。イガピクミン5の、はい。赤ピクミン5ぐらい。OK。よし、さあ、ならば行くぞ、アルフタイン、そこだ。あれ、やべえ敵がいるな。一応、全員やるわ、はい。知ってるぞ、俺、こいつ。確か、腕がクリスタルだったはず。はい、はい、はい、はい。ナイス、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 ナイス。危ない！あかー！うわー、いとも簡単に食いやがる。よーっしゃ、突撃。お前だけは絶対許せない。絶対許さない、お前。あかん、あかん、あかん、あかん。大丈夫、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。ボケ、お前。いけ、突撃。うまいな。かわすのか、お前。うらうわ。なにこれ、アボカド、アボカドや。ちょっと待って、これ何？ピクミンの歌。ピクミンは5種類を2匹ずつ連れて歩くと陽気に歌い出すことがある。私も一緒になって歌ってみたところ、途端に静かになってしまった。私の歌声はお気に召せなかったらしい。宇宙船のお風呂で練習することにしよう。5種類を20匹ずつ。ちょっとやってみようか。ね。ゴー。それ割ってもらって。おっと。おっと。いけ。あ、運んでもらって。いける？それで帰れるの？もしかして。あ、帰れるな。それでいける？もしかして。あ、足りねえな。足りねえな。そう。で、このアボカドとこのカニ持っていきたいよね。よし、第3部隊よ。行くぞ。この奥だ。さらにこの奥行くと、おっと、電波があるな。マジで電波あるとこついちゃうの？戦うんちゃう？俺、これマジで。あかんな。ボス戦？ボス戦だったら、多分ボス戦だよね、ほら。この先行ったら、きっと着くんだよ、ここに。きっとボス戦だと思います。このアボカドとカニ持って行きてえな。でもこの橋完成させるのにね、おそらくここ行かなきゃいけないんですよ。うわ、怖いわ。行くぞ。生体反応、ここからだ。アルフ、一人で行けるか？沼嵐。水晶を壊して集中攻撃。なるほど。水晶か。オッケー。じゃあ岩ピクミン連れてきたのは正解だな。あ、なんだあの機体、宇宙船だ。やった。公開日誌1、ドルフィン初号機のやつめ。かつてはエース級の機体だったかもしれないが、私の操縦にケチをつけてくる。早く借金を返済して、私の愛機ドルフィン号を取り戻したいものだ。そのためにも、高価な宝を見つけなければな。ああ。
ごめん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 。沼嵐1、バランスを崩させて転ばせろ。で、しかも地形的にね、こうやって沼が結構あるんで、ここをうまくね、避けながら、立ち回りたいと思います。行くぞ行くぞ、時間がない。来た。いや、あかんな。あかんな、これは。うわ、これあかんな。今までのボスの火じゃねえな、ってことで。さあ、どこ、どう攻撃すればいい？足だな。足行ってみよう。これはまずいかもしれない。しがみつけ、お前ら。よし、いいぞ。そうね、岩ピクミンだったら踏まれても大丈夫なの。よし。いけいけいけ。赤くなってきた、赤くなってきた。しがみつけ、しがみつけ、しがみつけ、お前ら。いけいけ、もう全員、全員いけ、全員いけ、全員いけ。きたー、チャンスだ、チャンスだ。いけ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 、お前ら。なんだ、嫌な予感がする。あ、おお、あかん、気持ち悪い。う、あの野郎。うわー、なんてこった。え、マジで、いけじゃん。立ち上がるぞ。逃げろ逃げろ逃げろ。集合、集まって集まって。オッケーオッケー、転ばせればいいのね。わかった。岩ピクミン大事、岩ピクミン大事。これで俺もうちょっと時間もないから、もう速攻終わらせよう。きたー、おい、行くぞ。行け、お前ら。ゴー。行け行け行け。嫌な予感がする。嫌な予感がする。待って、岩ピクミン戻ってきて。岩ピクミンは必要。よーし。岩ピクミンは必要だから。行け、お前ら。行け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 。行けるか行けるか。おいで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 。嫌な予感がするなら戻ってきて。おお、ゴー、倒した。いや、第二形態だよね。うわ、何こいつ、カニか。え、なんなん。何の動物がモチーフなのお前。うわ、もう本体も出てきたな。だったらもう青ピクミンよ。大丈夫か、もう今日で終わるかこれ。いけ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 、おーっしゃ、来た。倒れた倒れた。あ、なんだ、倒れないのか。いけ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 。もう集中攻撃、ここ。きたー、チャンスだ。突撃、突撃、突撃。え、来るの。きたー、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 きたー。よし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 。いけ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 、オッケー、効いてる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 。嫌な予感する、嫌な予感する。来るよー、逃げて逃げて逃げて。いいぞ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 。いけるいけるいける、全員いける。突撃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 が効かねえのか。よーし、分かった。突撃が効かないということが分かりました。じゃあ投げます。頑張れお前ら、しがみつけ。よーっしゃー、チャンスチャンス、オッケー、全員来い、投げるぞ。あかんあかん、逃げて逃げて逃げて。そう、これの連続よ。行くぞ赤ピクミン、戦闘はお前よ。赤ピクミン行け、おい、行け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 、頑張れ、しがみつけしがみつけ。行ける行ける、よし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 、赤ピクミン倒せるよ。うわ、2周効いてない、2周は効いてない。あ、でも倒した。やった
おお、メロンじゃん。やった。いた、オリマーさんだ。大丈夫かな。いや、まあ、どうでもいいよそいつ。あれは宇宙船？オリマーさんのものかな。壊れてそうだけど。え？とにかくドレイク号にオリマーさんを連れて帰ろう。やっべえ。やったー、もうこれ全員よ。20は多いな。青ピクミン、お疲れ。ほら、でお前ほら運んでけそいつ。よし。よっしゃ。でこれは20、はい、青ピクミンのお手柄。はい、いやピクミン、オッケー、持ってって。日が暮れるから。日が暮れる前に持ってって。いやてかメロンとかお前バカじゃないの。いこれはこれは関係ない。あ、ロックオンもできねえな。じゃあ戻りましょうか。やった。うわ、いやー、あの前回のね、あの変な女王鉢、あれすげえ簡単だったんだけど、今回のボスなかなか手応えありましたよね。え、てかメロンとか嬉しいな、メロンは。あ、なるほど、来た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 。お前ら これだこれだ。ちょっと一旦それ置け。回収中。あ、回収できた。あ、そうか、羽ピクミンか。羽ピクミンで持ってったわね。ドレイク号から着信だ。羽ピクミン何持ってったっけ。あいつやね。いいってもうそいつ何回スキャンすんだよ。いいっちゅうね、もう分かってるでしょ。ああ、生命維持装置を作動させてスリープ状態になっています。いつ起きんねん。じゃあお前さ、29日分の食料およびソフビ製の幼児用玩具を持っていました。何それ。イエーイじゃねえよ。食料盗んだのはやっぱりオリマーさんだったのか。それにキャプテンのアヒルちゃんまで、今夜無理やりでも起こして事情を聞いてみよう。いや本当だよもうこいつ。運んで運んで運んで、もういいって。運べる？運べるね。じゃあこれも運ぼうよ。アボカド、アボカド欲しいな。アボカド運んでもらって、でこいつは8、ギリいけるんじゃ。あ、ギリいけるわ。よっしゃ、いけ。やべえ、今日はアボカドはうまいよお前。いや、メロンは嬉しいよね。ガスパこの前ね、1万円するメロンいただいたんですよ。食べてみたんですけど、マジでね、業務スーパーで売ってる800円ぐらいのメロンあるじゃん、もう全然わかんねえ。あ、来た。よーし、持ってきた持ってきた。いや、よかったよかった。オッケー、じゃあ帰ろうか。はい、今日も探索行きます。今日は新種があるよね。うわ、もうアボカドもめちゃくちゃ好きなんよ俺。見して、こしりそっくり。あ、もうこれはもうおなじみですよね。こしりそっくりはおなじみ。お見舞いの実。お見舞いの実やばくないこれ。ほら、え、何本いく。2、3、3本。ワニのふ、ワニのふぐりよね。下ネタじゃねえかよ、お前。アボカドジュースね。ああ、もうアボカドガスパ大好き。もう。あ、全部手に入れた？よかった。よかった、食料が戻ってきて。これだけ食料があれば、しばらく生き延びられそうね。うん、探索16日目無事クリアですよ。嬉しいな。え、食料3日分を蓄えると。よっしゃ。え、僕らは逃亡していた北達星人キャプテンオーリマンをなんとか捕まえた。盗まれた食料も無事取り戻し、ブリトニーさんも平静を取り戻した。それにしても彼は一体この槍で何がしたかったのだろう。壊れた宇宙船らしき機体があったが、今夜は真実を明らかにする必要がありそうだ、アルフ。いや、もうこれから尋問だよやつを。その夜、そう、何がある、その夜。どうやらこの人はルイという人物でオリマーさんではないようですね。高級ハムか、お前どんだけ結んでん。それからあの機体はやはりオリマーさんたちの宇宙船だったみたいです。あの巨大生物に壊されちゃったようですけど。あ、ほらアヒルちゃん戻ってきたね。ごはーんって言ったね。あなたそればっかりね、さっきあげたじゃない。ふはは、アヒルちゃんがいるとやはり気分が違うな。皆さん聞いてみます？オリマーさんの居場所は明日聞き出そう。
探索17日目。あ、すげえ、ブイヨンめっちゃカラフルになってるな。おっとおっとおっと、通信エリアサーチ中。悲しき獣の塔。ほう、悲しき獣の塔、なんか意味深なタイトルですよね。ルイさんの言うことが正しければ、あの場所に本物のオリマーさんがいるはずです。なんか最終ステージだよね、きっと。で、これで私たちのワープドライブキーが戻ってくるのね。よし、ここは気を引き締めていこう。体はまるで小島のように大きく硬いけど、足先は走行がされていないみたいだ。転ばせてから返すような部分を狙うと、大きな舌を使ってぐるぐると舐め回すので、ぐらぐらし始めたら素早く退却しよう。羽ピクミンなら突撃しても大丈夫だ。なるほどね。で、ここになぜかルイが加わってるけど、もしかして操作キャラクターで選べるかな。部分の皮を剥いで丸かじりする、芳醇な甘い香りとねっとりした食感が至高。なんだよ、その言い回しはよ。ムカつくな。で、ちょっと見してよ。メロンだよね。ほら、これ。お見舞いの実だって。ほら。保護した見た目と相反して味は上品で高級感に溢れていると。今回は任務なので食べることはできたが、コッパイ製に持ち帰ったら貴重な果実として、重宝されそうな気がすると。いいね。そんで、これですよ。ワニのフグリ。ね。甘みはほとんどなく、クリーミーで濃厚な味わいと、脂肪分が多いので食べ過ぎには気をつけた方がいいかも。少量の毒が含まれているようなので、中毒反応にも注意が必要ね。マジで？へぇ。中毒反応？マジか。あの、実家の庭にね、アボカドがあるんですよ。すげえでけえの。年に1回しか実がならないんだけど、なったらなったでね、200個ぐらいになるんですよ。あの、一時期ね、俺毎日食ってたから、おそらく中毒だと思う。よし、なんとかね、ピクミンたちの頑張りによってボスをね、倒すことができましたよね。手強かったなぁ、うん。そしておそらく次回が最終回になると思いますよね。で、多分ね、2日かけてやると思いますよね。1日目は探索をして、で、2日目は多分ラスボスチックなやつがね、いると思うんですよね。そして、キャプテンオリバーを助けるということでございますよ。多分ね。うん、よし。じゃあ今回これで終了します。ご視聴ありがとうございます。お疲れっす。